ジャンボ赤髪の友です。動物もっと最終回やっていきます。ワイバーンがでっかくなりましたとか勝手にこの中に入っていったんだけど、キツネを食べちゃわないかちょっと不安だった大丈夫そうで、これがマザーワイバーンっていうワイバーンの中でも、貴重なワイバーンらしいですね。で、これに馬用の蔵でいいのか、あ、つかない、違う、あ、ついた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 、うわ体力20ハートすごいな、うわすごい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 、きたー来たよー、でかすぎてうまく見れないけど、これがワイバーン、おお、飛んでみましょうか、広いところへ行って、ほい、うおーいいね、かっこいいね、これ以上高く、あ、飛べる飛べる、おおおお、どうですかこれ、大空を背景に、おお、かっこいい、もうちょっと遠くから見たいな、前景が収まりきれてないな、これでバサバサバサっと上へ行く、おお、かっこいいねー、マジでドラゴンライダーじゃんこれじゃ、へへへ、おお、あ、ちゃんとなんか細かいところまで作り込まれてるな、トゲトゲというか角というか、これ何なのかな、よくこのリオレウスとかなんていうの、モンハン的なやつもそうだけど、なんか耳みたいなさ、あ、そう、今広がったやつ、あれは何なんだろう、ハプルボッカのエラみたいな、あ、でも影がかっこいいよ、ほら影が、あー、うまく見えないな、これじゃ、影がかっこいいな、おお、これでドラゴン使い、ドラゴンじゃないのか、ワイバーンになるのかな、ワイバーンは手が羽になってるのがワイバーン、ドラゴンはリザードンみたいなやつなのかな、さて降りようか、これすぐさっと落ちたいんだけどな、シフト押すと離れちゃうし、まあ、こんな感じで最後に仲間にしたのがワイバーンでございました。ワイバーン話しがいさて、では動物園全貌を見ていきましょう。外側に降りればよかったかな、25、6パートくらいかな、で、作り上げました。あ、ここら辺にノラのレア馬が、ノラじゃないな、自分で作ったレア馬がいる。まずここら辺からが入り口になる、きっとなんかバスか何かで来るんでしょうで、こうやって来まして、入り口には、エントっていうね、木の妖精ですね、彼らを配置してみました。動物園の名前はかぼちゃ動物園です。で、ここでチケットを買ってもらう感じ、他に人がいないのでこの世界にはちょっと寂しいけど、で、ここから入っていく感じですね、チケットを見せて、で、順路はこっち側に行くことになります。まずこれ七面鳥って説明したらいいのかな、これは最後かな、まずは猫ちゃんかな、まずは人間とちょっと馴染み深い身近な動物猫ちゃん、そして、インドゾウと、奥がアフリカゾウになるのかな、アジアゾウかな、なんかわかんないけどです。そして鳥はいっぱいいます、カモもいます、ハトにカラスに青い鳥、黄色い鳥、あ、黄色い鳥がいなくなってる、緑の鳥と黄色い鳥はどこ行った、脱走癖が多分ね、この隙間からかな、なんか脱走するっぽいんですが、まあしょうがない、まあ、鳥はこうやって餌をこのディスペンサーから餌がポコポコ出て餌付けできるようなシステムになっております。こんな感じ、はい、では次が、ここがアライグマゾーンですね。アライグマはなんかまあ水の中で洗うのが癖なので、こう水場をね用意しておきました。3匹捕まえました。結構凶暴で、間違って叩くといきなり襲いかかってきたりする動物です。さすがタヌキ。あ、What? 鳥を捕まえていた、いつの間にか。次、鹿。鹿も最初の方で仲間にしました。あの小鹿は結局最後まで大きくなんなかったな。まあ、鹿、おじいかんが2匹にメジカになるのかな、あのちっちゃいのは。で、これが子供の小鹿だと思う。鹿です。鹿は絶対に懐かない動物なので、リードで連れてきました。
で、ここはね、真ん中、動物園のちょうど真ん中は展望台にしました。丸太っぽい展望台。でっかいな、ワイバーン。いた。びっくりした。で、まあ、ここから先のやつをこう見れたり、上から見れたりすることで、楽しめるかなといった感じです。さあ、続きまして。ダチョウ。これは最後の方に仲間にしたかな。ちょっと遠い場所にいたんで、一匹連れてきたんだけども、一匹じゃダメっていうことで、オスのダチョウも連れてきました。そしたらね、なんかどんどん増えていきました。結構凶暴です。でも乗ることもできて、ジャンプ力もあって、なかなか移動には便利かな。序盤で捕まえられてたら結構便利だったかも。怖い怖い怖い。ダチョウさんです。ダチョウにはちょっと地獄のダチョウもいて、それはね、幻獣館の方で、後で紹介します。そして、いつも喧嘩してる白ヤギさんと黒ヤギさんです。なんかね、仲が悪いです。なので、触れ合いコーナーに入れておきたかったんだけど、なんか勝手に触れ合いコーナーからジャンプ脱走しちゃったみたいな。ここら辺でいつも、ヤギさんの喧嘩が見れるようになっております。あとそう、クラゲ。あとクラゲ。あ、見えない。ちょっと日が落ちたらもう一回見せます。で、ここが休憩コーナーで、まあ、簡単なお茶とか、何かをここで飲めたりするみたいな。で、これがマップですね。動物園のマップ。そして、ここは休憩コーナーのその外のカフェテラス的な、まあ、水族館をこう見ながらお食事ができると。お食事というか、ティータイムができるような感じ。そしてこれは視聴者さんからアイディアをいただきました。サメの口。前回作ったんだけれども、こんな感じです。あとなんかスイッチをね、歯に見立ててはっていう意見もあったんですけど、ちょっとそれもやったんだけど、なんかやっぱり変だから、まあこの感じかなということで、大きく口を開けてるような感じ。一応サメをモデルに作っております。そして続きまして、水族館ゾーン。これも結構苦労しました。水をね、深く掘り下げて、中をね、ガラスのトンネルを通すと。いう感じです。魚はねかなりいます。 7,80 匹はいると思います。こう魚がね上で泳ぐ姿とか見れるようになっています。小魚もねなんか新しく動物モッドに小魚が追加されたらしくて、色とりどりのカラフルな魚がいっぱい泳いでおります。やっぱ赤とか黄色とか緑とかはやっぱり目立つな。あ、オレンジとかもね。隠れ熊の実もどっかにいたはず。あ、いた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 。隠れ熊の実、違う。隠れ熊の実じゃないな、こいつらは。どっかにね、隠れ熊の実がいます。あれかな、あれかな、ん、これか、違うか、違うっぽいな。隠れ熊の実どっかにいたんだけどな。どこだ、わかんない。じゃあこれ隠れ熊の実ってことで。はい、見つけた。さあ続きまして、こちらに進んでいくと、触れ合いコーナーですね。まあ、ここら辺が後半戦ぐらいになってくるかな。動物園の。で、うさぎさんが固まってるけど、まあ、こうやってうさぎさんの右クリ、え？あ、まだペットにしなかったんだ。すごいカメラ目線のうさぎさん。とこう触れ合うことができます。可愛らしいね、うさぎさんは。さあ、そして、この中で唯一の屋内施設、あ、違う。二つある屋内施設のうち一つ。爬虫類。え、なんで D 入ってんの？ D はなんかタイプミス。爬虫類館。亀。亀、あれからちょっとでかくなったかも、やっぱり。亀さんでございます。そして、コモドオオトカゲ。コモドドラゴン。乗ることもできます。結構ね、足は速いです。コモドトカゲ、結構足速いです。ほら、ほら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 。こいつと戦うと毒状態にさせられるっていう、ちょっとね、危険な。危険なやつです。よいしょ。お、牙になんか菌がいる？毒じゃなくてなんか菌がいて、それが厄介みたいなコメントで教えてくれた人がいますね。それ多分きっとリアルなコモドオトカゲの生態なんでしょうね。うわ、ベロ。爬虫類感出てるな、そのベロは。そして、ヘビ。もうそのままヘビ。ヘビたちでございます。ヘビ、おお、ヘビも尻尾。尻尾じゃない。ベロ出てるな。わー、いいね。ヘビ。最初に仲間にしたスーちゃんはどっか行ってしまいました。そして後半戦。モグラ。あまり動物園では見ないけれども、モグラ。周りが土だと掘って逃げちゃうので、この、動物
モグラだけ周りをね地面石にして、まあ、真ん中は土でしております。潜ります、モグラだけに。こんな感じ、可愛らしいね、鼻が豚みたいで。でここがシマウマゾーン。シマウマを仲間にすることによって、このモッドでは特殊な馬が後から出てきますけども、特殊な馬を仲間にすることができるということで、とっても重要な、動物となりました。シマウマ、怒ってる。出せっつってんのかな。出さないよ。虫か。ここから猛獣ゾーン、ライオン。怖いね。ライオンの檻はちょっと鉄柵と木の柵をこう二重にして、ちょっと厳重な感じにしてみました。うわ、来た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 。別に近づいても襲われはしませんけれども、なんか雰囲気的にライオンはこうした方のが雰囲気出るかなと。うえい、なんか青鬼のあの謎解くところみたいな感じやな。こっちがメスライオンね。さてさて、続いての、猛獣はこちら、チーター。チーターも別に近づいても襲われることはないですね。アップ、なんか可愛らしい目をしてるけども、実際に会ったらすごい速さなんだろう。チーターってトップスピードはそんなに維持できないらしいです。100キロくらいで走るのかな、チーターは。でも鳴き声はやっぱり怖いな。でちょっと戻って、こっちはパンダ。パンダ2頭目探しに行ったんだけど、パンダがマジでいない。一番このパンダに時間を使ったかも、捜索に。そして見つからないから結局動画にもならずっていうことで、君たちの一族にはかなり手を焼いたよ。パンダの檻にはらしく、パンダらしくサトウキビをね置いてあります。置いてあってもこのパンダは食べることはありません。仲間の仕方もサトウキビあげると仲間になったかな、確か。チータ紹介して、次はこっち行きますか。クマ、クマちゃんでございます。これが黒いのがクマで、で奥の茶色いのが大きいのが、グリズリーらしいですね。おお、こう歩くとねかなり雰囲気が出てちょっと怖いですね。ここをね雪国ゾーンにしたかったんですけど、最初ちょっと雪山っぽいの作ってみたんだけども、コメントの方で、せっかくなら洞窟にしてみてはいかがでしょうかと、皆さんからコメントいただいたんで、洞窟にするついでに、白熊を模した、洞窟というか鎌倉城のものを作ってみました。よで開けて入る。で、中は屋内施設になっていて、まだチャプチャプしてる、チャプチャプしてるよ。ちゃんと水入ってくれるんだな。白熊ちゃんがねここにいます。まあ、こうやって見るのも白熊の生態かなと思ってやってみたんだけども、まあ、実際の動物園とはちょっと違って、そんなに、おーい、おーい、怖い怖い、ちょっとめっちゃ見てんのが怖いんだよな。こっち見んのやめてほしいな、やめてほしいな、怖いな。白熊ちょっと置いといて、これが雪ひょう、雪国でしかいないひょうでございます。そして、これが北極キツネ、同じく雪国にしかいないキツネ。目がねなんか鋭くてかっこいいんだ、ね、結構お気に入りの動物、北極ギツネは。で一番大変なのがこいつ、仲間にならないし襲ってくるし、すごい大変だった。このこいつすごい、今水でジャブジャブ水浴びしてるけど、まあ、これの見せ方もちょっとね、なんか本当の動物園っぽい感じにしてみました。北極グマ怖いね。さあ雪国ゾーンを後にしまして、これはね、あの馬の、なんだろう、馬のルートなので、ちょっと後にします。猛獣続きます、トラ。ホワイトタイガーと、トラを捕まえました。こんな感じ。基本的にこの猛獣も一緒の場所にいても襲いかかってくることはないですね、攻撃をしない限りは。なので、比較的平和に、仲間にはなってないんだけど、連れてくることができた。一応、なんかゲームのシステム上は、ノラ。ノラ猫ですね。ノラ猫か、君は。目がグリーンっていうのが水曜どうでしょうを思い出すな。怖い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 。さあそして、ライオン。ライオンがいっぱい仲間になったので、まあ、連れてこれたので、ライオンゾーン2つに分けてみました。で、これがね、黒ヒョウ。ヒョウはね、なんか3種類。普通の、ヒョウ？あれ普通のヒョウっていうのは何になるの？レオパルド。なんだこれは。チーターとは違うのかな？どの、虎の種類になるのかな？
チーターの種類になるのかな、わかんない。あとユキヒョウとクロヒョウといますね。のうちのクロヒョウ、本当に目がこんな綺麗な青なのかな、違うよね、まあ、これはきっとゲームの中で、あ、ライオンも目が青だ、へえ、まあ仲良くみんな暮らしております。そして、最後ちょっと離れといてくれる、なんでそこに入りたがるんだ君は。最後の方に紹介するのはキツネ。キツネもちょっと出番が後の方だったかな。やっぱキツネはなんか目が鋭くてかっこいいな。うん、キツネでございます。で、ここに馬がいっぱいいるのはちょっと乗馬コース後で紹介するためですね。馬に乗るための乗馬コース。で、最後は、七面鳥です。七面鳥は、キツネの餌になるということでちょっと近くに配置してみたんだけども、まあここの七面鳥は仲間にしたので餌にはしません。七面鳥なんか可愛らしいね、色が鮮やかに。こんな感じで動物園内の動物は紹介終わりです。ここからちょっとアトラクション的な感じのものがあります。で、動物園のにはなかなか、本当の動物園にはなかなかないシステムで、ゾウの、体験、乗り体験、ゾウ乗り体験ができるコーナーを作ってみました。まずこのインドゾウに乗れるっていうね、これはちょっと作るのが大変だったけども、作ってよかったと思えるな。このゾウの装備品、装飾品ですね。このインドゾウにしかつけられないゾウの装飾品。うわあ、カメラが来て喜んでるのかな。で、手前にいる大きなゾウは、これアフリカゾウかな、アジアゾウかな、なんかわかんないけど、この装飾品がつけられないゾウみたいで、最初の方に仲間にしたんだけども、ちょっと手を焼きましたね、このインドゾウ捕まえてくるまで。捕まえてきてよかった、本当に。こんなね、お尻までこんなね、鼻柄になっちゃって可愛らしい。飛ぶこともできます、ぴょんぴょんと、まあ、こんな感じで、こうゾウにね、乗って楽しんでもらおうかなというところのコーナーでございます。カモがなぜか捕まえてしまった感じ。よいしょ。そして、馬か。で、最後の最後になるのかな。大丈夫、他紹介し、あ、幻獣ゾーン、あばー、危ね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 ー。幻獣ゾーンを紹介し忘れて普通にスルーしちゃった。よし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 、食べて食べて、 でかいな、ワイバーンでかいな。あ、こうしてこっちだ。で、ここが幻獣ゾーンでございます。あ、ちょうどフェアリーウマもいる。まあ、なんか普通では手に入らないシマウマを仲間にしたことによって作ることができる幻獣馬ですね。これが骨の馬で、これがナイトメア、炎の馬ですね。で、これがコウモリ馬、翼の生えた馬、とても活躍してくれました。動物を輸送するのに地面歩かずに飛んで運べるので、遠くの動物も楽々と輸送できてとっても活躍しました。で、これがさっき話した地獄のダチョウですね、ネザーダチョウ。飛ぶこともできてジャンプ力も高いし、炎耐性もあるらしいですね。なかなか優秀な。ただダチョウをネザーで、孵化させればいいだけなので、とっても簡単に手に入る。コスパ最強かも、これが。で、これがナイトメアに光のエキスを与えたことによってできる、ユニコーン。で、これが、コウモリ馬を光のエキスを使って手に入ることができるペガサスですね。で、ユニコーンとペガサスを掛け合わせたものがこちらの、フェアリウマ。本当は白かったんだけど、染料で1回だけ、色がつけられるということで赤い馬にしてみたら、かっこいいフェアリウマができましたね。で、ダチョウに光のエキスを与えることでできるユニコーンダチョウ。特殊能力はそんなないですけれども、なんかかっこいい。目が黄色なんだ。こんな感じ。幻獣ゾーン紹介終わり。これがね、フェアリウマで、フェアリウマを使って飛ぶと画面がうるさいと、視聴者さんからいろいろ文句を言われます。この羽がね、羽がうるさいんでしょうね。こう飛ぶと。パタ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 。ああ、これは確かにうるさい。羽がうるさいことで有名な、フェアリウマでございます。赤にしたからこんな骨張った羽になったけど、白のまんまでもなんか蝶々の羽みたいな感じなのがついてて、なんかまあうるさかったことは確か。こんな感じ。そして最後に一周としますかね。ほいっと。で、最後になりますけれども、周りをねぐるっと柵で囲んであるので、そこが乗馬コースになっています。一番最初に仲間にした馬、ほうちゃん。ほうちゃんで
ぐるっと一周してみようかな。まあ、ここが入り口で F5 で行きます。まあ、こういう風にねぐるっと回れるようになっております。なかなかパート20ちょい行ったんだけど思い出深いワールドになった。あ、そこはブンブンですね一望できるようになって、まあ、こんな感じで猛獣ゾーンだったりこうやって行けるようになってます。で、さっきは爬虫類館からこう白い道来たんだけども、乗馬コースはこうなっているので、もっともあれ、あ、そうだ、ネザーダチョウを放し飼いにしてたんだ。ネザーダチョウの放し飼いです。ネザーダチョウはね、ほんと飛べるんですよ。ほら飛べるんですよ、てかまあちょっと前に紹介したからみんな知ってると思うけども、最後だけ見る人もいるだろうから。なぜかね、最後のパートと最初のパートだけ伸びがいいんだよね。動画って不思議なもので飛ぶことができます。この最後のパートだけ見に来た人、よければパート1から全部見てください面白いよ、最後だけ見ないで全部見てお願いここが水族館ゾーン。こうやってね周りを歩けるようになってます。あー、また鳥が脱走してる。これなんで鳥脱走してるのかわかんないけども、これで一周してきた感じ。動物園の周りをぐるっと一周できるコースをこう作ってみました。で、終わった大馬さんはこういう風にぴょんとぴょんと降りて、こうやって降りましたね。よし。と、まあ以上でこんな感じで、動物園作ってみました。ワイバーンすげえな、わ。でかっ！こんなのと戦ってたっけ？ノラのやつよりもでかくなってない？うわ、でかっ。すげえな、ワイバーンって。結構ね、あの脇つぶしのこの松明をきれいに刺したことで、なんかコメントの方でなんかいいですねと褒めてくれる人も多かったりと、なんかこの動画シリーズは今まで以上に一番なんかみんなからのコメントを参考にさせてもらって作ったような気がします。真ん中の丸太だったり水族館の入り口だったり、なんかいろいろとね、みんなからのコメントを参考に作らせてもらいました。爬虫類館もそうか、あとバックヤード的なのも作ってみたり、あの白いね、白いじゃない、石のあの建物だったり、ちょっと黒いけどもこう、あっち寝酒とかこんな感じでちょっとこう一望したいな。こうぐるっとこう、おお、柵が見えるかな。こんな感じでね作ってみましたよ。シロクマの建物とか、あ、水族館もうまくいったな。最初は山だったからな、ここ平地は。画面の下の方は平地だったけど上の方は山だったんで、木を削っていろいろ大変だったな。まあなんだろう、 DVD 見ながら片手間にこう整地してたりとかしたんで、そんなに苦じゃなかったですけどね。なんかいいのができたかなと思います。おお、すごいな、こうするとすごいすごいすごいあーすごい、今までで一番規則正しく松明置いたかも。まあ置けてないところもあるんだけど、へえ、なんか夜のディズニーランドを見てるみたいだな。おー、うまくいったな、うん。まあ、こんな感じでパート20いくつになるんだ、ちょっと調べてこよう。パート25で最終回になります。この後もマインクラフト実況は続けていくので、よければ見てください。そうですね、複数人実況の赤髪クラフトとかも、もう少ししたら、また再開しようかなと思いますので、ちょっと待っててもらえればと思います。なんかね、モッドとかなんかおすすめで、なんかパート、これもパート25ぐらいで一区切りついたんですけれども、それぐらいでなんかちょうど一区切りつくような面白そうなモッドとかあったら、コメント欄の方に書いといてもらえると、ちょっとまた参考にさせてもらえるかなと思うので、やってほしいねマインクラフト実況とかありましたら言ってください。コメントでね書いてください。地面に降りるまでに喋り終わるかなと思ったら、このねゆっくりすぎるんだわ、このフェアリー馬が。降りれないしシフトで。あ、水族館にチャポーンでもいいか。それはかわいそうだもんね、飛びながら終わるかな。本当にこのね飛べる馬のおかげで動物がとっても集めやすくなりました。では空から動物園を背景にして終わりたいと思います。まあ、ワイバーン最後にあの仲間にしたけれども、なかなか出番がなかったかな。ワイバーンに乗って終わるかな。じゃあさあこんな感じでね終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次のマインクラフトシリーズも見てください。バイバーイ。バサバサ。
バサバサバサ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。